皆さんお久しぶりです。ポーダだよ。今回はですね、こんな奇怪要塞を作ってみました。この要塞は BOW 迎撃要塞です。地上3階建てです。皆さんがレゴで基地を作っているのに影響されて僕も作ってみました。早速発令所に行きましょう。発令所は3階にあります。この要塞の頭脳です。このレバーはこの要塞を戦闘形態に変形できる、という設定です。では、早速入れてみましょう。ポチッとな。変形すると同時に要塞に警戒態勢が敷かれます。さっきは静かだった入り口付近が賑やかになってしまいました。それでは施設を紹介します。ここは屋上です。見張りとして戦闘員がいます。この見張り台は敵に狙い撃ちされそうな気が。戻りまして発令所のそばへ。ここは警備室です。警備員たちが日替わりでここの警備をしています。警備室の外壁には簡易大砲がついています。最後に1階。1階には廊下と呼べるものがあります。ここは休憩所です。給水器とコーヒーメーカーがあります。続いて東側。ここは医務室です。その隣には武器庫があります。武器や爆弾、弾薬があります。ここは動力エリアです。この要塞のエネルギーはここで賄われます。ちなみに、マインドストームのスイッチを入れると、レールキャノンのスイッチが入ってエネルギーチャージ、みたいな演出ができます。続いて駐車場。バンと小型ジープと偵察用小型車が止めてあります。その脇にはヘリポートがあります。このヘリコプターの任務は偵察と爆撃です。普通ヘリポートの色って黄色とかなんですね。そして最後にもう一つあります。この要塞に敵が侵入した場合、またはこの要塞の装備が壊滅状態になった場合、この施設から脱出する緊急避難経路があります。それがこれです。1階の廊下の奥にあります。これが脱出用トロッコです。では、今回はこれで、ご視聴ありがとうございました。